皆さんこんにちは、ゆいです、今日は、こちらのメイクをやっていくんですけれども、またまたね、次男も一緒ですよ。で、長男もちょこっと出てきたんだよね。もう大変なカオスな感じになってますね。自分で食えよカオスな感じになってますけれども、こちらのメイクはジョジョの、Worst っていうミュージックビデオ の、 あのルックが可愛いなと思って。ジョジョはね、私高校の時からねずっと聴いててね、すごいもうほんと歌がうまいというか、もうパワフルで本当にね、あの実力のある歌手だと思うんです。私はジョジョを推してるよということでですね、あのミュージックビデオ見たらすごい綺麗なターコイズのラインを使ってて、もうこれ私やりたいと思って今日はやってみました。はい、ぜひ楽しんでいただけたらいいかなと思います。では行きましょう。まず最初にこちらのピーナッツバターの色をこういうブラシに取って、クリースがあるだろうところに、その周辺に入れていきます。これも全体的にバーッと入れる感じですかね。クリースの周りに、周りっていうんですかね、この上下幅あっていいのでここに入れます。この時のメイク、ジョジョ本人やってるんですよ。すごいですよね。すごく似合ってるんです。またそれがこの目元がね、すごいインパクトのある目元と、あのなんていうんだろう、こう burnt orange、 なんか焦げたようなオレンジみたいな、あのレンガみたいな色のねリップがすごく似合ってて、もう私には似合ってるもの分かってるから自分でやらせてみたいなね、自分に似合うもの、自分の好きなものが分かってるってやっぱ強いなって思いますね。こんな感じで全体に入れます。でここでちょっともっと強めのこちらの色を、これですね、使っていきます。これがね結構ねすごくバッチリつくんです。なのでちょっとこう手の甲で本当余分なのをはたきながら薄めにつけたいと思います。ただ今回は、主役がターコイズ の、 あのアイライナーで、アイシャドウ自体はちょっとこうなんだろう、サポートロールなんですよね。準主役な感じなので、あまり細かいことはごじゅごじゅやりません。何もついてないビーストのブラシでぼかします。外側にこちらのこの色ですね、すごく薄く、もう余分なのかなり取ってる感じで薄くして、外側にちょびっつだけ、ちょびっつ薄く入れる感じ。ちょっとこっち側にも入れて、この目の丸い感じをちょびっと出してみようかなと思います。でビーストにピーナッツバターの色をもう一回取って、もうちょっとふわっと。で今回はジョジョはあんまりあのシマーとかキラキラがある感じを使ってないと思うんですよね。すごくシンプルに、もしかしたら下手すると一色しか使ってないかもしれないです、このアイシャドウに関しては。だけどあの目にちゃんとこう立体感がある人が一色使うと何色も使ってるように見えるんですけど、私みたいなこう平たい感じの人はやっぱりこう陰影を出すためには何色か使った方が綺麗に出るので、ちょっと色数多めですが、あの立体感ある人は一色でもいいと思います。あの多分簡単にサッてやった感じだと思うんですよね、多分ね。先ほどのこちらの色ですね、これをちょこっとこの先端に取って下に入れていきます。すごく綺麗にアイラインが入ってるんですけど、下もちゃんと入れてますね。でジョジョ結構垂れ目気味なんで、愛すべき垂れ目なので、あのちょっと私もこう濃いめの色をちょっと下というかこう持っていく感じですね。気持ちですよ、まあ、そういう形にはしないんですけど、そういう向きで持っていこうかなと。気持ちそういう感じで持っていきたいです。ビーストどこ行った、青いアイラインに入っていくんですが、私一重なんでほとんどね見えなくなっちゃうんですよね。結構でもジョジョも太めに入れてるんですよ。なのでちょっと今日はがっつりめでいってみようかと思います。
このなんだろうアイライナーペンシルなんですけど、もう学生時代の頃、高校ぐらいの時ですね、もうなんか何十年も、何十、言っちゃ悪いけど何十年も使ってます。何十年っていうか10、20年ぐらい、20年もしないのかまだ。でも結構長いこと使ってて、もうこの色とね、このクリーミーさとね、ほんと使いやすくて、でもさね、この色がないんです。似たようなペンシル買ったこと何回かあるんですよ、もう古いんで。もう買い替えようとか思って買ったことあるんですけど、どうもね違うんです。なのでこういうターコイズ、綺麗なターコイズ、あの緑寄りでもない青でもない、ほんと綺麗など真ん中のターコイズみたいのが、あのおすすめアイライナーがねある方はぜひ教えてください。でこっから結構綺麗に出るアイラインですね。これでいこうかな、それともちょっとシュッといこうかな、ね、これでいこう。こんな感じですね。こちらのこのドッカンドッカンな青を重ねていきます。で今度は、同じパレットのちょっとねグリーンがかった方の色を使っていきます。こちらのどっちがいいかな、本当は多分色的にはアクアマリンのこっちのもっと緑っぽい方なんですけど、こっちの上の方の色をですね同じブラシにとって、ちょっと今引いたこのラインの上側をこうなぞるような感じで色を入れていきたいと思います。色に入れるというよりもなぞる、本当になぞって、でもこう上側だけに入れたいんですよね。今入れた色にほとんど被らなくて、こう上側にラインを引くっていう感じですかね。ビデオを見るとそのアイライン自体はキラキラしてないんですよ。下側にもかなり強く強めに入ってるので、がっつりウォーターラインにも入ってましたね。でここでさっきの濃いめの方のグリーンを取って、これもちょっと縞が入ってるやつですね。ちょっと違うかな、明るい方にしようかな。こちらの明るい方をもう一度取って、下のラインのこの上っていうんですかね、あの重ねる感じでやっていきます。緊急事態発生ですね、長男も次男も起きてきちゃったというわけで急いで終わりにします。でも大体もうほとんどできてるんでね、ほとんどできているので、あとはもうちょっと下のところを、これじゃねえや、どれだ、ブラシがない、もうちょっと下のところを結構ラインを下気味に入れたので、もうちょっと先ほどの下にもともと入れたこの色ですね、これも気持ちもうちょい下目に、もうちょい気持ちついついちょっと気になっちゃうんで、今同じ色を、本当はちゃんと丸みを帯びた感じが良かったんですけど、なんか今やってたらなんか違うなみたいな、作ってたらなんか違うなみたいな。何がおんの授乳しながら失礼しますみたいな、失礼します。じゃあちょっとアイラインができないのでこのまま眉毛に移ります。これこの前見つけたんですけど、たまたまその辺に転がってたっていうか、あの100均で多分おそらく買った、ダイソーでね買った、アイブロウペンシルなんですけど、細くていいんですけど
こっち側もすぐ取れる、もうケーシングから取れちゃったり、これ自体もこの先っちょがね、ほら取れちゃって大変な作りはちゃっちいんですよね。だから毎日使うってなるとなんかカボカボ取れてやーんって感じになりそうですが、もし例えばね、どっか行った時に、旅行に行った時とかに、やばいアイブロウペンシル忘れた、あ、でも近くにダイソーがあるってなったら、多分買います。これ細軸アイブロウ、利き手じゃない方でやると結構いい加減です。長男はなんか最近お絵かきにまたハマってて、最近宇宙にハマってるみたいで、太陽系のやつとかをこう本で調べてというか見て、ここに何がある、ここに何があるみたいな、自分で興味を持ってなんかこちょこちょ絵を描いてますね。よくこれがウラヌスで、これがネプチューンねみたいな、英語の名前で覚えてて、日本語の名前は多分あんまりよく分かってないと思うんですけど、あのネプチューンとかウラヌスとか聞くとやっぱセーラームーンを思い出しますねがっつりセーラームーン時代な世代なんでね、ウラヌスって言ったらどの星かっていうよりもまずあの顔が浮かびますからね、あの金髪の男か女か分かんない中性的な顔がパッとまず浮かぶんですよね。おはよう、長男登場、長男登場、頭爆発、行っちゃうのどっか、さようならまた、おいよー、お絵かきに戻るの、お絵かきすんの、はい、じゃあ太陽系お絵かきしてらっしゃい。それだ、ビシッ、これ決めよう、終了か、ママの顔を騒いだくてしゃあないのか、待ちなさい。あ、ブレッシュ。あ、ブレッシュ、ブレッシュ。それすごく大事だからね。ママめっちゃそれ好きだから。取るな。やばい。よく入れられたじゃん。すごいじゃん。え、もうブリース。手が冷凍食品触ったから。手がめっちゃ冷たい。何持ってきた？ジュなんできるの、ゆうちょにこう、ははなんてメイクやってる時間がない、急げ急げ、これをすみません、使ってるドアこちらのパレット、ここですね。へい、まあね、子供に邪魔されながら父の日にすっごいドッカンドッカンの青のメイクをする、もうカオス。チーク違ったなって感じなんで、ちょっとパウダーで抑えてます。お疲れ様でした。ちょっとしまいながらアウトロを撮ってますけれども、こんな感じです。お疲れ様でした。結構リアルな感じになったんじゃないかなと思います。私的には好きです。もうちょっと上をこう、バブジー、ノー、ブルーベリーで賄賂を渡しながら、どうぞお食べください。こんな感じで結構あのいい感じに、個人的にはいい感じに仕上がってるかなと思います。いかがでしたでしょうか。楽しんでいただけたら、ぜひ下のグッドボタンを押してください。それからチャンネル登録もよろしくねってね、してない方はぜひして、あとベルの、あ、通知もやめて、通知もどうしよう、通知もぜひぜひ
オンにしていただけたらいいかなと思います、本日もご視聴いただきありがとうございました。では次のビデオで See you next time! Bye! できるようになったね。ありがとう。